皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、以前やって好評だったトレンド解説をしていこうかなっていうふうに思っております。今回はもう夏も間近ということで、その2024年サマートレンドということで、まあ、前回上げた動画と、まあ、ちょっと同じというか、まあ、引き続きトレンドかなみたいなやつもあるはあるんですけど、結構また新しいもの、新しいトレンド情報を自分なりに仕入れましたので、いろいろとおしゃべりしていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介をしていこうかなというふうに思うんですが、まあ、結構たくさんあるので、トピックごとに分けてというか、なるべくこうまとまって話せればいいなと思って、ちょっとメモもしてあるので、今回も見ながらねおしゃべりしていこうかなと思うんですが、まず今年の夏注目したいなって思っている柄が3つほどありまして、その3つが何かっていうと、ポルカドットとストライプ、ボーダーとレオパードのこの3つの柄が私的には気になっている柄です。レオパードは以前の動画でも話してると思うんですけど、引き続き今、まあ、気になってるかなっていう柄になってます。レオパードプリントの、まあ、パンツがね結構代表的なトレンドというか、調整もしやすいし人気なものだと思うんですけど、パンツ以外にも私はタイトスカートとかキャミとかも持ってるし、本当にレオパードのプリント自体が結構トレンドかなって思うので、何個か集めたりとかしてますね。結構レオパードはもうすでに取り入れてる方もすごく多いと思うんですけど、秋冬とかのイメージが私的には強くて、レオパードってだけどそれをあえて春夏でも着ちゃうっていうのがなんかすごく新鮮だし、とっても可愛いなって思います。それこそ秋冬も使いやすいアイテムだと思うので、これからまだまだレオパードブームはあるのでは、個人的には思ってるんですけど、なんか長く使っていけそうな感じかなっていう、はい、風に思ってます。で、あと2つがちょっと新しい気になっている柄なんですが、まずポルカドットは私が一番気になっていたのがバッグなんですけど、バッグでドット柄のバッグをコーディネートに入れるっていうのがなんか新鮮というか、ここ数年はあんまり持っていなかった柄だったので、個人的には新鮮だったしすごい可愛いので気になっていたんですけど、なんかその他だったらアディダスのポルカドットのフラッグジャケットとかもすごい可愛かったし、あとはスカートとかワンピーとかももちろんそうですけど、パンツとかポップスとか、本当にいろんなこうアイテムでのポルカドットっていうのが気になっているアイテムで、でね、私もそのバッグ気になるって言ってたじゃないですか。あんまりドット柄のバッグって最近見ないんですよね。昔なんか結構ドット流行った記憶があって、その時は割と、まあったイメージなんですけど、今はそんなにないなって思ってて、探すのがすごい大変だったので、おばあちゃんに気になっているねそのバッグの形とか写真を見せて、これお願い作ってって言って、サイズとかを私がねちょっとこのぐらいがいいかなみたいな感じで相談しながら作ってもらいました。そのバッグがねこちらなんですけど、めちゃくちゃ可愛いの。これ本当にマジで天才なの、私のおばあちゃんって。前もレーススカートがすごい欲しかった時に、なかなかなんかタイプな感じのスカートがなかったから、それも作ってもらったことあるんですけど、今回もこのバッグを作ってもらいました。ちょっと大きめのバッグなんですが、こんな感じの、いつもシンプルにブラックにホワイトのドットのバッグです。すごいお気に入り、めちゃくちゃ可愛くて持ちやすくてとても気に入ってるバッグなんですが、はい、これも作ってもらいました。そうだからドットもねちょっと注目したいなって思っている柄です。そして最後3つ目なんですけど、ストライプって言ったと思うんですが、ストライプは、まあ、ボーダー横でも縦でもかなって個人的には思ってるんですけど、ストライプって結構種類あるじゃないですか。中でも結構線がはっきりとしたストライプ、ピンストライプとかマルチボーダーとかっていうのではなく、まあ、なんか2色とかの本当にはっきりとした感じのストライプが気になってます。これもなんか結構いろんなね、そのトップスだったりとか小物アイテムもだし、パンツボトルもそうだし、バッグとかもいろいろ気になってはいるんですが、まさに今注文してるアイテムがあるんですけど、ホルターネックのねボディースーツと、あとヘアバンド、ボーダーのヘアバンドを今まさに注文して届くの待ってる状態なんですけど、結構なんか海外の方のフェスのコーディネートとか見てても、本当にそういうマイクロミニのパンツになんかちょっとラフな T シャツだったりとか着てる人もいるし、結構今ほんとストライプブームが海外の方でじわじわ来ているなっていう風に思うので、これはちょっと先取りしておきたいなっていう風に思っている柄かな。
特に新鮮さで言うとやっぱドットポルカドットとストライプが今気になってるっていう感じです。柄がね今紹介した3つだったんですけど、ここからちょっとアイテムごとに紹介していきたいなと思っております。でまずトップスから紹介していこうかなと思うんですけど、まず1個目が半袖のブラウスというかシャツがすごい気になっているアイテムで、結構やっぱ襟のついたねワイシャツとかってなると長袖のイメージがあると思うんですけど、半袖のちょっとピチッとしたこうボディラインも少し出るような女性らしいシルエットのシャツっていうのがすごく気になっているアイテムで、なんか私もあんまり今まで挑戦したことない形なんですけど、それってちょっとなんか上品な感じっていうんですかね、なんかそれにあえて下はダボっとしたものを合わせたりとか、なんかスカートを合わせてあげたりとか、本当にいろいろ着方はあるんですけど、その形がとっても気になっています。やっぱここ最近はずっと言ってますけど、結構タイトめな割とフィットするようなトップスっていうのが主流っていうかトレンドとしてあるかなっていうふうに思うので、そういったシャツとかもちょっとぴったりめなタイトなシャツっていうのがここ最近よく見かけるし、可愛いなって思ってるアイテムです。私は半袖のシャツはまだちょっとあんまりゲットできてないんですけど、この夏はちょっと着たいなって思っているので、でも私は汗っかきだから半袖を着れるのは本当に初夏ぐらいなので、そろそろねなんかゲットしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあいいのをちょっと探しているっていう段階でございます。そして続いてなんですけど、ちょっと似たような感じではあるんですが、タイフロントトップスって言ってこう前でリボンを縛って着るようなトップスっていうのが結構気になっていて、これは割と海外の YouTuber さんでも2020年夏のトレンドで喋ってる方が多くて、あこれは結構実際暑いんだなっていう思ったトレンドなんですけど、代表的な感じかなって思うのはあのガニーのブラウスなんですけど、割とふわっとした感じでちょっと裾もなんかフリフリっとした感じになってて、本当に前でリボンだけで縛って着るっていうやつがとても流行ってるなと思って、なんかそれにこうスポーティーなパンツ、アディダスのラインパンツとかデニムとかでカジュアルダウンさせてあげるとか崩してあげて着るのが結構私が見た中ではやってる方が多いなっていう印象でした。私が前購入品紹介で言って紹介したのエイソスでも同じような感じのトップスとかが売られていたので、気になる方はぜひそちらも見てみてください。そして続いてが、私これは個人的にちょっと好きだな気になってるなっていう着方なんですけど、キャミソールをレイヤードする着方がすごい気になっていて、同じような形のキャミソールをレイヤードするのももちろん可愛いし、ちょっとこういったホルターネックのトップスにキャミ重ねるとかでも可愛いと思うんですけど、とにかくキャミソールっていうのが結構トレンドっていうか、ずっとキャミソールっていうのは着られてるアイテムだと思うんですけど、今年は特に細めのストラップで割とピタッとするようなキャミソールっていうのは気になっていて、私もザラでいろんなカラバリが出ていたので結構何色かゲットしたんですけど、それ同士を重ねてあげてもすごい可愛いです。私も前そのコーディネートしたことあるんですが、なんか今までだったら私もキャミソール1枚で着たりとかしてたけど、なんか2枚重ねることでちょっとおしゃれに見えるし、まあ今までとね差別化っていうかマンネリもなくなるかなって思うので、その着方も私は今年はちょっと気になっている着方です。トップスは以上になります。続いてボトム部門に行きたいなと思うんですが、まず1個目がバルーンスカートですね。バルーンスカートはもうめちゃくちゃトレンドアイテムだなっていう感じですよね。あんまり私も今までバルーンスカートを普段から履いてる方そんなに見た覚えないんですけど、今年はすごいたくさん、まあピンタレストでもそうですし、インスタとか街中でも結構履いてる方よく見かけたりします。そのぐらい割ともうみんなが多分今注目している激アツなトレンドだと思うんですけど、私も前になんかVlog かなんかの途中で購入品のね開封みたいな感じでバルーンスカートを気になってたから頼んだんですみたいな感じで言ってたと思うんですけど、あとあれかアディクテッドの購入品でも紹介したかなと思うんですけど、私ももうすでに2着ぐらい集めているんですが、まあ、本当バルーンスカート自体がすごいトレンドだなって思うので、なんかいろんな丈感とかいろんなカラーとかがあるかなと思うんですが、私が持ってるのはどちらもミニのバルーンスカートなんですけど、去年とかぐらいからずっとトレンドになっているバレーコアな感じがちょっと派生したのかなっていう個人的には思ってるんですが、ちょっとガーリーなねテイストのスカート、新しい形としてバルーンスカートがすごく今多いですね。割と今年のマストアイテムぐらいな感じ
かなっていう気がします。結構ガーリーなアイテムだと思うから、ひろゆきの絵がすごい分かりそうなアイテムだなとは思うんですが、私も普段そんなめちゃくちゃガーリーなコーディネートするってわけではないので、ちょっと他でなんかカジュアルダウンさせてあげて着るのが気分かなっていう感じです。で、続いて2つ目が同じくスカートなんですけど、やはりミニ丈のスカートが気になっております。ミニのスカートも気になるんですが、私はもう今の気分は完全にミニ丈で、今までだったら私絶対履かなかっただろうなっていうミニ丈のねスカートに今もう虜になってるんですけど、なんかねほんと可愛いんですよね。タイトだったりとか、あのプリーツ系のミニ丈のスカートも好きなんですけど、なんかちょっとややフレアになったスカート、腰周りとかヒップ周りは割とタイトめな感じで、マーメイドまではいかないんだけど、そのぐらいのスカートっていうのに結構私は今ハマってます。でもこれって割となんか日本のブランドとかで見かけることが少ない気がするんですよ、個人的には。なので海外のブランドで買ったりとか、あと D ポップとかで探して、D ポップめちゃくちゃあるので、そういうスカート私も1個カーキのね、そういったスカート持ってるんですけど、それも D ポップで買ったりとか、あとホワイトのちょっとナイロン素材のやつとか持ってるんですが、それも D ポップで買ってるし、そういうスカート探してるって方はぜひ見てみてください。本当にいろいろたくさんあるのでおすすめです。やっぱミニ丈にこうロングブーツを合わせるっていうのが個人的にはすごい今気分な好きな着方なので、ちょっとぜひおすすめしたいです。そして続いて3つ目なんですが、3つ目がマイクロショーツっていうのが本当に今超トレンドかなって思ってて、これはいろんな形で言えるかな。本当もうピタッとしたパンツもあれば、私が前にアディクテッドで紹介したカボチャパンツみたいなバブルヘムショーツとかもそうですし、あとはブルマとかもそうだと思うし、本当に割とミニのそういったボトム系がトレンドになってるなと思います。さっき言ってたあのストライプのねパンツとかもそうなんですけど、今年は私は割とそういったショートパンツスタイルをこの夏はしたいなと思っていて、前のアディクテッドの購入品でも言ってたと思うんですけど、こう短めなショートパンツの今気分なんですみたいな感じで、これもちょっと注目したい、押さえておきたいトレンドかなっていう風に思います。ボトム部門次でラストなんですけど、ラスト4つ目はボクサーショーツもちょっと注目したいなって思ってるんですが、私も実際にボクサーショーツは何着かもうすでに持っているものがあるんですけど、中でもお気に入りのやつはあのチェック柄のねハンドオーバーで買ったパンツがすごい気に入ってます。前も何かで私話したことあるかなと思うんですけど、結構そういう草ショーツとか履いてる方でそのハンドオーバーのものを着用してる方が多かったので、私も一個ねそこでゲットしたんですが、ボクサーショーツは数年前から多分取り入れてる方も結構いると思います。こういったデニムのね下に着てあげて上からウエストの部分見せるとかっていう着方をしてる方も多いと思いますし、それを1枚で着てあげるっていうのもすごい可愛くて、結構やっぱまあピンタレストとか見てても1枚でさらっと着てる海外ガールたちがいるので、そうだからレイヤードもできるし1枚で着ることもできるから結構いろんな着方ができておすすめなんですけど、それもね割と注目しておきたいかなっていう風に思ってます。では続きましてシューズ部門に入りたいなと思うんですけれども、まず一つ目がレインブーツ、ハンターのレインブーツがすごい今気になってるアイテムです。私もねハンターのレインブーツ持ってるんですけど、この私はオリジナルのツアーっていう形のレインブーツなんですが、もうハンターのレインブーツもこの夏は絶対持っておきたいかなって思うアイテムです。まあ私が持ってるこのちょっとロング丈というか膝下ぐらいなんですけど、の丈ももちろん可愛いですし、なんかまあアンクル丈というかショートのパターンも可愛いし、でもとりあえずこのハンターのブーツっていうのが結構今トレンドで履いてる、海外でも履いてる方が多いなっていう印象です。それこそさっき言ってたショートパンツとか草ショーツとかに合わせるとめちゃくちゃ可愛くって、やっぱミニなボトムにちょっと膝丈ぐらいのブーツ、レインブーツ合わせてあげるのが本当に超可愛いのでとてもおすすめな合わせ方です。いろんなカラーあると思うんですけど、私はまあ一番使いやすいブラックをゲットしました。レインブーツだからね、ほんと今の時期これから梅雨があると思うんですけどにも普通に大活躍すると思うし、ロングブーツも夏履くとめちゃくちゃ可愛いんですよね。暑いけどやっぱもうおしゃれは我慢ということで、シルエットもすごい綺麗だしめちゃくちゃ重いっていうわけでもなく、まあ、今ロングブーツを何か買いたいなって思ってる方は全然このハンターのレインブーツでもいいんじゃないかなって思うぐらい確実に使えるアイテムだとは思います。
では続きまして2つ目なんですが、2つ目がこれは割とまあ個人的なトレンドかななんですけれども、ローファーが今気になっていて、私去年とかぐらいは本当にもうバレーシューズをめちゃくちゃ履いたんですよ。もう超履き倒してバレーシューズを、なんかちょっとバレーシューズ若干ね、まあちょっと飽きてきたかもと思って、履きすぎてる説はあるんですけど、なんか秋がちょっと来ちゃったなって思っていて、そんな中でじゃあそれに代わる何かシューズないかなと思ってたんですけど、ローファーがやっぱりめちゃくちゃ個人的には可愛いなと思って気になってるなっていう感じです。まあ、やっぱバレーコアとかっていうのもすごくトレンドであったと思うので、なんかその流れで結構もう全身をちょっと可愛らしい感じのコーディネートとか、ホワイトのレース系のスカートにバレーシューズとかでリボンとかも入ってたと思うので、なんかそういうのを結構着すぎてちょっとなんか可愛い系飽きたなっていう時とかに、足元をローファーに変えるだけでも一気になんかマニッシュ感が出るっていうか、かっこいい感じの印象になると思うので、なんかそういう方にもすごいいいなって個人的には思ってます。だから私もちょっとローファーをまたなんか集めようかなって今思ってる段階っていう感じです。さっきあのボトム部門って紹介してたショートパンツだったりとか、ミニ丈のスカートとかバレンスカートとかにも全然合うと思うし、ローファーは本当に使い勝手が効くアイテムだと思うので、ちょっとなんか新しいローファーをゲットしたいなって思っているところです。個人的にはすごくあのザローのローファーが欲しいんですよ。リリーローズが入ってたんですけど、それがすごい可愛くって、それが本当欲しいんですけど、結構あの値段がね、いいお値段するので、どうしようかなって今思ってる。まあローファー持っておいてね、そうはないと思うので、買いたいなと思うんだけど、ちょっとやっぱパッて買える値段ではないので、ちょっとまあ自分と相談しながら決めようかなって思ってます。はい、では続きまして小物部門にちょっと移っていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まず一つ目がベルトなんですけど、ツールベルトだったりちょっと太めなチャンキーベルトっていうのが気になっているアイテムです。これはもう本当に私も最近めちゃくちゃ使ってるアイテムなんですけど、実際に私は一個めっちゃ使ってるやつがザラのね、すんごい太いめっちゃもうスタッツとかがバーってついたブラックのベルトなんですけど、本当に使いやすくって、それが今までね上げてきたトレンドのアイテムとかともすごく合わせやすくって、私の個人的な推しコーデは、まあ、ショートパンツ、なんでもいいんですけど、ショートパンツに太いベルトをしてあげて膝ぐらいの丈のブーツを履いてあげるっていうコーディネートが本当に今私の中では超推しなコーディネートなんですけど、まあ、そういった感じでベルトにめちゃくちゃポイントを置くっていうのがとってもトレンドだなって思ってます。であともう一個ツールベルトっていう風に紹介したかなと思うんですが、ツールベルトもやっぱその腰にねポイントが行くので、とりあえずこの腰あたりに何か大きいものをつけるっていうか、アクセントのあるものをつけるっていうのが結構トレンドだなって思っております。しかもそのつける位置も結構ローめでつけるんですよね。本当に腰骨の下とか、もはや、まあ、腰骨あたりぐらいかなってつけるのが結構トレンドだなと思ってて、最近はね割とローライズなボトムだったりとか、結構ウエストの位置を低めに見せるっていう、あえて低めに見せるっていうファッションが今の感じ、ファッションの感じかなっていうふうに思うので、まあ、そういった感じでちょっと低めにつけてあげるのがポイントかなと思うんですけど、私もこれはすごい大好きで、すでにめちゃくちゃ使っているアイテム、トレンドアイテムです。続いて2つ目なんですけど、これもすごい私最近もうこればっかりっていう感じなんですが、大きめのバッグ、ビッグバッグがすごいトレンドになっているなっていうふうに思います。今までって割となんか逆にめちゃくちゃちっちゃいバッグとかが流行ってたかなと思うんですけど、じゃなくってもう今年は絶対に大きめのバッグ、さっき私が紹介したこのポルカドットのバッグも結構大きめだと思うんですけど、こういうバッグを肩からねかけてあげるっていうのがすごくトレンドなバッグの形かなって思ってます。本当にピンタレストとかインスタとか見ててもほぼほぼみんな大きめのバッグを肩からかけて、キーホルダーをめっちゃジャラジャラつけるのもトレンドになっているので、なんかそういった感じで持ってる方もすごいたくさんいますし、とにかく今バッグは大きめな感じがトレンドになっているなって思います。個人的にはなんかストラップが長いショルダー系のバッグっていうよりは、本当にこういうハンドルバッグっていうのかな、もうさって肩にかけて持てるようなバッグっていうのが可愛いかなっていうふうに思います。では続いてなんですけど、3つ目がバンダナスタイルっていうのが流
結構気になるかなって思っていまして、最近よく見るのはバンダナをこう普通に巻いてあげて、それをちょっとこうピンで何箇所か留めるみたいな付け方もやってる方多いなって思うし、あと最近本当にここ最近だと、あの前にね XG のライブに行った時に私もやってたスタイリングなんですけど、ヘイリーがキャップにバンダナをこう巻いてスタイリングしていて、それがすごい可愛くって、ちょっとまあ農家スタイルというかな感じなんですけど、それがすごい可愛くて、私もこの前そのスタイリングしたんですが、バンダナをこう頭に巻くっていうのが結構気になってるかなと思います。あとやっぱすごく夏っぽいなっていう風にも思うので、夏のファッションとかにも合わせやすいかなって思うし、バンダナもなんかレースのバンダナをつけてる方とか、前私もアベンモアでそのレースのバンダナを使ってスタイリングしたいなと思ってやったんですけど、それとかもすごい可愛いなって思うし、ヘアレンジ飽きたとかっていう方いればぜひバンダナをちょっと入れたヘアレンジするのもありかなっていう風に思います。ラストがですね、クロシェハット、クロシェネットハットっていうのが今気になってるアイテムです。私も今エイソスで実際に注文しているんですけれども、このなんて言うんだろう、本当に被るだけ、形があるとかではなくて本当に被るだけのクロシェニットのネット状のハットっていうのがすごいたくさん見ます。やっぱこういうのは結構なんて言うんだろうな、リゾート系なファッションに合わせやすいかなっていう風に思うので、そういうまあなんかビーチとか行く時とかにも可愛いなと思うし、まあ、やっぱすごい夏っぽいなっていう風にも思うので、注目したいなと思ってるんですけど、なんか今まで私こういうねハットとか挑戦したことないし、あんまりつけたこともないから、ちょっと挑戦ではあるんですけど、新しいファッションアイテムとしてちょっと取り入れていきたいなっていう風に思っております。はい、ということでアイテム紹介っていうか終わったんですけれども、最後に一個だけ、まあ、なんかムードというかファッションの系統というかで一個気になるなっていうトレンドがありまして、インディーシリーズっていうファッションのスタイルなんですけど、これが何かっていうと、まあ、なんか2010年ぐらいのファッションで、ちょっとこうグランジっぽいような、グランジって結構まあ今もねすごい言われてるファッションジャンルではあると思うんですが、まあ、なんかそういう感じなんですけど、インディーシリーズっていうのが注目を去年ぐらいからかなされているっていう風に情報がありまして、そう私もね、あすごいなんか今紹介したアイテムとかも実際にそのインディーシリーズから結構影響を受けているのかなみたいなアイテムも結構あったりとかしたんですよ。そうインディーシリーズの代表的な感じっていうのでいくと、ケイトモスが結構たくさん出てくるなっていう風に個人的には思っていて、ピンタレストとかで、まあ、インディーシリーズって検索してもいいし、その2010っていう感じで検索しても結構いろいろ出てくるんですけど、ちょっとなんかこう、まあ、グランジっぽさもあるので、なんか若干こう汚い感じっていうか、ずっと言われてる、まあ、Y2K っていうのにも入るかなっていう風に思うんですが、それこそ今私がすごいハマってるって言ってたスタイリングで、ショートパンツになんかベルトしてブーツとか履くみたいな感じで言ったと思うんですが、それもこのインディーシリーズのファッションというかからインスパイアを受けてるのかなっていうふうに思います。全体的にはおそらく私もあんまり調べきれてなくって、もうこういうものですみたいな感じで言い切ることはちょっとできないんですけど、おそらくイメージ的にはロックな感じっていうか、インディーズロックだったっけな、その音楽から影響を受けているようなファッションみたいな感じで、私が調べたのには書いてあって、なんかスタッツだったりとかチェックシャツとか、全体的にちょっとそういった感じのダークな感じっていうか、結構まあなんか海外とかではロックスターガールフレンドエステティックみたいな感じ言われたりとかもしてるんですけど、ロックスターの彼女っぽいような感じのファッション、これについてちょっと調べたかったんですけど、あんまり詳しく出てこなくって、なかなかちょっと曖昧な感じになっちゃったかなと思うんですが、このワードもちょっと一個キーワードとして私のトレンドにあるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今回はこんな感じで2024年の、サマートレンドを紹介していきました。私もねここ最近はほんとまあ夏も来るっていうことで、自分的にもいろいろとこうねファッショントレンドについて調べてたりとかしたので、自分なりのトレンドとして紹介してみたんですけど、みんな気になるものはありましたかね。もちろんね、なんかトレンドを追っかけるっていう人もいれば、全然自分の好きなスタイルを貫くっていう人もいると思うので、なんかこれを着なきゃとかっていうわけではないんですけど、もしトレンドが気になるっていう方は参考にしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。